オクラホマ州はアメリカ合衆国南中部にある州である。州の北はコロラド州とカンザス州に接し、東はミズーリ州とアーカンソー州、西はニューメキシコ州、南はテキサス州に接している。アメリカ合衆国50州の中で面積では第20位、人口では第28位である。州と及び最大都市はオクラホマ市であり。 タルサ氏がそれに続く。州名は直東族インディアンの言葉でオークラとフンマを合わせたものであり、赤い人々を意味する。1907年11月16日に元のインディアン巡州とオクラホマ巡州を合わせて合衆国46番目の州になっており、当初は全米のインディアン部族のほとんどを強制移住させる目的で作られた州である。そのため、 他の州に比べ、インディアンの保留地が非常に多い。オクラホマ州は、天然ガス、石油及び農業の生産高が高く、また航空機、エネルギー、通信及びバイオテクノロジーに、経済の基盤がある。国内でも最大級に、経済成長率が高く、一人当たり収入、成長率と、収層生産の成長率では、国内トップクラスである。 オクラホマシィ氏とタルサ氏が州経済の中心となり、両都市県に州人口の60%近くが住んでいる。オクラホマという名前は、オークラとフンマを合わせたものであり、赤い人々を意味する。直騰族の州長アレンライトがインディアン順州の利用に関するアメリカ合衆国政府との条約交渉中の1866年に提案したものである。ライトは、 アメリカ合衆国インディアン問題監督官が支配するすべてインディアンの州を構想していた。オークラ・フンマという言葉はアメリカ・インディアン全体を指す時に使われる直答語である。後にオクラホマ順州として事実上の地域の名称となり、この地域が白人開拓者に解放されてから2年後の1890年には公式の名称となった。 最終表記にはインディアンがオクラホマを通って移動したという証拠が存在するが、最初の高級的な住人となると、紀元850年から1450年にアーカンソー宗教近くに塚のような構造物を築いた人々である。スペイン人、フランシスコ・バスケス・デコロなどが1541年に州内を旅したが、1700年代にフランス人探検家たちが、 地域の領有権を主張した。フランスによる領有は1803年のルイジアナ買収によってアメリカ合衆国がミシシッピ側の西側領土すべてをフランスから購入するまで続いた。1794年のホールンティンバーズの戦いの講和条約としてグリーンビル条約が締結されると19世紀前半に北アメリカ中のインディアンが 先祖伝来の土地を追い出され、現在のオクラホマ州周辺の地に移動させられた。直闘族は、アメリカ合衆国南東部から移動させられた文明化語部族の中では、最初の部族だった。涙の道という言葉は1831年の直闘族の移動に橋を発する言葉だったが、通常はチェロキー族の移動を表す時に使われている。約1万7 0人のチェロキー族と、 彼らが所有していた2000人の黒人奴隷が、その故郷から移動させられた。オクラホマの地域はすでに王政治族やクワポー族に占められていたが、直党族のための土地と呼ばれ、その後インディアンの土地となり、さらにアメリカ合衆国の政策で、その他のインディアン部族を含むようにその教会が再定義された。1890年までに30以上の部族が、 インディアン準州領域に集中させられた。南北戦争の間、多くのインディアンが北軍、または南軍に従軍した。チェロキー族の場合は、部族内抗争も起こった。オクラホマの奴隷制度は1866年になって廃止された。1866年から1899年、テキサス州の牛牧場経営者が、東部の都市での食料需要に応ずるために、 カンザス州の鉄道まで約束した配達期限に牛を届けられるよう牛を追わせた。カウボーイが牛を北に追い、あるいはインディアン巡州の中に違法に入植することで牛を移動と牛牧場が発展した。1881年、主要な牛追い道5本のうち4本がインディアン巡州内を抜けていた。インディアン巡州内に白人開拓者が増えたことで、 アメリカ合衆国政府は1887年に同図法を制定し、部族の土地を個々の家族単位に割り当て、農業と土地の私有を奨励したが、連邦政府の土地も確保した。この過程で、鉄道会社が巡州内のインディアンが所有していた土地の半分近くを取り上げ、外部から来る開拓者が購入できるように確保した。通常、土地は、 最初にその土地に来た開拓者に解放された。ランドラッシュと呼ばれる決められた時刻に特定の土地が開拓者に解放され、待ちかねた開拓者が一斉に駆け出すような仕組みが1889年のものを含め何度か行われた。公式の開放時刻以前に境界を越えるという規則破りは抜け駆けで境界を越えたと言われるようになり、このスーナーという言葉が オクラホマ州の公式ニックネームにもなった。準州を州に昇格させる動きは19世紀末近くに始まった。この頃、カーティス法でインディアン部族に対する土地の割り当てを続けていた。オクラホマと名付けるすべてインディアンの州を創設する試みや、セコイアと名付けるやはりすべてインディアンの州を創設する試みが次々と失敗したが、1905年の セコイア州憲法制定会議が、その2年後のオクラホマ州憲法制定会議のもとになった。1907年11月16日、オクラホマはアメリカ合衆国46番目の州に昇格した。この新州で石油が発見されて、折からの石油ブームの焦点となり、町は急速に人口を増やして富を掴んだ。タルサ市は20世紀の大半の期間。 世界の石油首都と呼ばれており、油田の探査で州の初期経済を潤わせた。1927年、国道66号線の父とも呼ばれた、オクラホマの事業家、サイラス・アベリーが、アメリカ国道66号線の建設に関わる運動を始めた。アベリーは、テキサス州アマリロから、タルサ市に伸びていた道路を用いて66号線を建設するために、 本拠地のタルサ市で66号選挙会を結成し、その計画を監督した。オクラホマはアフリカ系アメリカ人の歴史も豊富である。20世紀初期には近隣の特にカンザス州などから黒人開拓者が移住してきたために多くの黒人庁が繁栄した。政治家のエドワード・ P ・マッケーブが当時のインディアン・ジュン州に黒人開拓者が来ることを奨励した。マッケーブは セオドアル・ーズベルト大統領とオクラホマを黒人多数の州にする可能性を検討した。20世紀初期までにタルサ市のグリーンウッド地区はアメリカ合衆国の中でも最も繁栄するアフリカ系アメリカ人社会の一つになった。20世紀への変わり目以後、ジムクロウ法によって人種差別が激しくなったが黒人は繁栄する地域を作り上げた。 1915年以降のクークラックスクランの復活によって社会の緊張が高まった。1921年には白人が黒人を攻撃する事件があり、タルサ人種虐殺と呼ばれた。この事件では16時間に及ぶ暴動で市街地35ブロックが破壊され、被害総額は180万ドル。 死者は300人とされるアメリカ市の中でも最大級の人種間暴力事件となった。1920年代後半までに州内ではクークラックスクランの勢いが衰え無視できる状態になった。1930年代に起こったダストボール、多くの農家を貧窮に追いやった1930年代は、オクラホマ州の一部はお粗末な工作法、打ち続く干ばつと強風のために、 苦難の時となった。カンザス州、テキサス州、ニューメキシコ州及びオクラホマ州北西部に起きたダストボールは長い期間の小雨と異常な高温の産物であり、数多い農家が貧乳の底に沈み、アメリカ合衆国西部の肥沃な土地への再移住を強いられることになった。1950年までの20年間はオクラホマ州人口が6.9%減少し、 人口が減った唯一の期間となった。土壌と水の保全計画によって、州内の農耕法が著しく変化し、大規模な洪水制御系とダムが建設された。多くの貯水池と人工庫が作られ家庭用と農業用の水が供給された。1960年代までに200以上の湖が建造され、国内でも最大数となった。 オクラホマシティの爆破されたアルフレッド・ピー・ムラー連邦ビル、アメリカ市の中でも最大級のテロ事件となった。1995年、アメリカ市の中でも最悪のテロ事件の物体となった。1995年4月19日にオクラホマシティのアルフレッド・ピー・ムラー連邦ビル前で爆発が起こり、19人の子供を含む168人が殺された。 爆破犯人は、ティモシー・マクベイとテディ・ニコルズとされ、マクベイは死刑を宣告され2001年6月11日に、連邦政府によって処刑された。相棒のニコルズは釈放の可能性のない終身刑と、され、現在も服役中である。オクラホマパンハンドルの歓迎看板背後に広がる、ハイプレーンズ・オクラホマ州の総面積は69,898平方マイルであり、 合衆国50州の中で第20位である。陸地は68,667平方マイル、水域は1,281平方マイルである。オクラホマ州はロッキー山脈の東手前にあるフロンティアストリップに位置する6つの州の一つであり、大陸48州の地理的重心に近い。オクラホマ州は東部でアーカンソー州及びミズーリ州に北部で カンザス州及びコロラド州に西端でニューメキシコ州に南部でテキサス州に接している。北西部の細長い土地の南部境界は北緯36度30分にあり、成形100度に達したところで宗教は南を向く。その後宗教はレッド側までまっすぐ伸びてアーカンソー州に至るまでレッド側がテキサス州との境をなす。オクラホマシティは州都であり、 最大都市である。オクラホマ州は、クレートプレーンズとメキシコ湾に至る河川流域のオザーク高原との間にある。西側宗教のハイプレーンズから南東側宗教の低湿地までなだらかな斜面になっている。標高が最も高い地点から最も低い地点をこの並びに沿っている。最高地点は標高4973フィートのブラックメサであり。 オクラホマパンハンドルの最北西宮に近く位置している。最低地点は最南東部、イダベルの町に近いリトル川沿いであり、標高は289フィートである。道田山地の峡谷を流れる川オクラホマ州は、地理的に多様な州の中でも、10以上の生態域を含む4州の一つである。宗教には11の生態域があり、面積平方マイルあたりの数では50州の中で、 最大である。しかしその西半分と東半分では地理的様相がはっきり異なっている。東部は八つの生態域があり、西部は三つしかない。周南東部の大半にあるウォシト山地周内には四つの山地がある。すなわち、ウォシト山地、アーバックル山地、ウィチタ山地、及びオザーク山地である。それらは内陸高原の中に含まれ、 オザーク山地とオシト山地は、ロッキー山脈とアパラチア山脈の間にある唯一の主要山岳地である。フリントヒルズの一部が、周北中部伸びており、南東隅のカバナルヒルは、オクラホマ州観光余荷省が、世界最高の丘陵と認めている。その標高は1999フィートであり、観光余荷省が、山と認定するためには1フィート足りない。亜寒層のハイプレーンズが、 州北西部にあり、いくつかの自然の森林がある。オクラホマ州は外してうねりがある地形から、平坦な地形であり、その間に、グラス山地のような峡谷と、メサがある。平原の一部は、アンテロープ丘陵,陵や南西部のウィチト山地のような、小さな山脈に区切られ、移行部のプレーリーや森林地が、州中央部を追っている。州東側三分の一には、オザーク山地とオオシト山地が、 東西に走り、東に行くに従って、標高を緩やかに上げている。500以上のクリークや川が州内の水路を作り、ダムで作られた湖は200ある。人造湖の数としては、国内最大である。収領域の大半は、レッド側とアーカンザス側の2つの流域に入り、その他にリトル側が、そこそこの流域を作っている。州面積の24%は、 森林で覆われ、プレーリーの草原は低い草、混合体、高い草の地帯があり、州中央部と西部に広範な生態系を構成しているが、工作地が代々的に自然の草地を変えてきた。西部では、雨量が少なく、低い草のプレーリーと低木の藪が支配的であるが、ピニオン松、鉛筆白芯、ポンデローサ松がパンハンドルの西側にある河川の近くに自生している。 湿地帯、糸杉沼お及び木松、丁田松など落葉性の混合森林が、周南東の4分の1には、支配的である。周北東部は、ポストオーク、ニレ、沼ヒノキ、及び、松が多い混合林である。周内には、オジロジカ、コヨデ、ボブキャット、ヘラジカなどの哺乳類、ウズラ、ハト、ョウ、ハクト白ワシ、ア赤尾のスリ、 キジなどの鳥類が生息している。プレーリーにはアメリカバイソン、草原ライチョウ、アナグマ、アルマジロがよく見られ、パンハンドルのテイクサプレーリーでは国内最大のプレーリードッグ生息域がある。州中央部のプレーリーから森林に遷移する地域で、あるクロスティンバーズでは351種の脊椎動物が見られる。ウォシと産地にはアメリカグマ、赤ハイロツネ、 カワウソが生息し、州南東部には328種の脊椎動物が見られる。南東部にはまた、アメリカアリゲーターも見られる。オクラホマ州立公園の一つにある、メサ州内には50の州立、公園、6つの国立公園あるいは国立保護地域、2つの国有林と国立草原、及び野生生物保存保護地域のネットワークがある。 州内1000万エーカーの森林の10%は、公有地である。その中には合衆国南部では最大かつ、最古の国有林である、ウォシと国立の森の西部が入っている。州北中部の高草プレイリー保護区は、広さが3万9000エーカーあり、世界の高草プレイリーの保護地域としては最大である。これは、昔14の州にまたがっていた草原の10%に、過ぎない。 生態系の一部である。さらに、州南西部のブラックケトル国立草原は、広さ3万1300エーカーのプレイリーである。ウィチタ山地野生生物保護区は、州内に9つある、野生生物保護区の中で最大かつ最古である。1901年に設立され、広さは5万9020エーカーである。連邦政府が保護する公園があるいは、レクリエーション地域の中で、 地下層国立レクリエーション地域が最大であり、広さは9898.63エーカーである。これら以外に、サンタフェ国立歴史堂、涙の同国立歴史堂、スミス砦り出の大下戦場跡の各国立歴史史史跡、及びオクラホマシティ国立記念碑がある。オクラホマ州は温暖な地域にあるが、春先から晩夏にかけて、この地域特有の気候条件により、 雷雨が発生しやすい。降水量は大陸性気候に典型的なものである。州の大半は竜巻街道と称される地域にあり、年間平均54個もの竜巻が発生する。これは年間の竜巻発生率で世界最大級である。特に1999年5月3日から5月6日にかけて連続的及び同時多発的に起きた竜巻の中には、 種別最大級の F5 クラスの竜巻も発生し、各地域に甚大な被害をもたらした。これは、冷たい気団と暖かい気団の相互作用が頻繁に起こるためである。温度差や風向が異なる地帯の間に位置するために、州内の気象は比較的短距離でも幅広く変化し、短時間の間に劇的に変化することがある。一例として、 1911年11月11日、オクラホマシティの午後の気温は下肢83度に達し、その後のスコールで夜半には下肢17度まで下がった。周東部はメキシコ湾からもたらされる湿気を含んだハエの影響により年間平均気温は下肢62度、年間降雨量は 1420mm を記録する温暖湿潤気候である。パンハンドルのハイプレインツなど、 ロートン市から西の地域では比較的乾燥している。パンハンドル地域の年間平均気温は下肢58度、高雨量は 430mm である。夏場は州全体で下肢100度以上を記録することもしばしばあり、また冬場は下肢0度以下も記録することがある。州南部でも年平均10センチ程度、コロラド州との宗教近くの北部では、 平均51センチ程度の降雪量を記録する。また、ノーマン市のオクラホマ大学キャンパスに隣接して、ナショナルウェザーセンターがあり、地域のみならず全米の気象条件の研究を行う、機関がある。また、急激な雷雨や竜巻などのセバーストームと呼ばれる、気象条件の研究、予測を行うストームプレディクションセンター、暴風雨研究所、警戒警報訓練所もここを本拠地としている。 これらはアメリカ国立気象局の下部組織である。オクラホマの典型的な気候は雷雨である過去、最高気温は1994年6月27日にティプトンで記録された下肢120度であり、過去最低気温は2011年2月10日にの綿で記録された歌詞31度である。 オクラホマ州の人口密度図オクラホマ州の2011年7月1日推計人口は379万1508人であり、2010年国勢調査からは1.07%増加していた。2005年時点でオクラホマ州の人口は354万7884人と推計され、前年比2万4338人。 率にして0.7%増加し、2000年国勢調査に、比べ97,232人、2.8%増加した。これには、前回の国勢調査からの自然増8753人と、州内への移住者21,128人の順増が、含まれる。アメリカ合衆国外からの移住は36,546人、増加し、 合衆国内部への移住で15,418人減少した。2006年の一人当たり収入は32,210ベイドルで、50州では第37位であるが、その成長率では第3位だった。また生活費指数では常に低い方にある。オクラホマシティ郊外のニコルスヒルズの一人当たり、収入は73,661ベイドルと、州内最高である。 ただし、タルサ軍は平均収入で第1位である。2006年の世代別構成比では5歳未満6.8%、18歳未満25.9%、65歳以上13.2%だった。女性の構成比は50.9%である。オクラホマ州の人口重心はリンカーン軍のスパークスの町近くにある。 オクラホマ州の人種構成及び前の国勢調査との比較ノート2005年時点でオクラホマ州内で申告された祖先による構成比はドイツ人系、アメリカ人系、アイルランド人系、イギリス人系、インディアン、アフリカ系アメリカ人となっている。ただし、インディアン純血と申告したものは8.1%である。先祖、 アメリカ人と申告したものの多くは圧倒的にイギリス系であり、他にスコットランドやウェールズの系統も見られる。2002年のインディアン推計人口は395,219人であり、絶対数でも構成比でも50周の中で2番目に多い。2006年時点で外国生まれの比率は4.7%であり、国内平均の12.4%より、 かなり低い。2010年国勢調査でのヒスパニック人口構成比は68.7%であり、1970年の88%から20%近く低下した。オクラホマ州は圧倒的なプロテスタントキリスト教州である。オクラホマ州住民の宗教による構成比は以下の通りである。オクラホマに強制移住させられたインディアンたちの 保留地区分、チェロキーアウトレット。チェロキー族の保留地は、押し寄せる入植者のために1893年9月16日をもってアウトレットにされた。南東湖部族の涙の道の経路。陸軍によって大陸を強制と砲弾させられ、総勢で数万人に上る途上死者を生んだ。この州のインディアン部族のほとんどは19世紀に、 アンドリュー・ジャクソン大統領のインディアン移住法によって他州から移住してきた。このため、全米でも最も保留地の多い州の一つとなっている。インディアンの移住としては、チェロキー族、直東族、クリーク族、セミノール族、地下層族の涙の道がよく知られている。この五部族は、オクラホマ州で近代化に努め、ことに、チェロキー族は憲法を発布し、 自治国家を築くに至ったものの、間もなくさらなる入植者の圧力で、保留地は分割縮小され、自治権は剥奪されていった。オクラホマ州に移住したインディアン部族は、故郷へ帰ることを許されなかった。シャイアン族のダル、ナイフとリトルクローの二人の州長が行った、故郷ワイオミング州への絶望的な帰還逃亡は、20世紀にハリウッドで、シャイアンとして映画化もされた。 本家族のマチュナーザー州長は、ネブラスカ州から、オクラホマ州への部族の移住強制に対して、最高裁に提訴し、1879年に違法判決を勝ち取った。しかし、多くの部族が、それまでの強制移住によって各州に分断される、結果となってしまった。現在、オクラホマ州で運営されている、インディアンカジノは119を数え、貧困にあえぐ、 インディアン保留地の最後の切り札となっている。これはアメリカ連邦政府が公認し保留地を持つ部族だけの権利である。多くの部族がアメリカ連邦政府の認定を受けられず、インディアン部族として存在しないことになっており、部族カジノも持てないでいる。西部インディアン制圧の目的のためにアメリカ政府の政策によって駆逐されたバッファローの頭蓋骨の山。 アンドリュー・ジャクソン大統領の下、このオクラホマ州には、1830年以後、続々と全米から、インディアン部族が集められ、内務省が保留した土地に隔離されていった。1860年代から、オクラホマを囲む、大平原からは、アメリカ政府によって、平原インディアンの命の糧であるバッファローが、兵糧攻めの目論みで、組織的に駆逐され、野生界から、 ほぼ絶滅させられた。狩りの獲物がなくなり飢餓状態に陥った大平原のインディアンたちは、保留地への遊兵を受け入れざるを得なくなったのである。保留地では、バッファローを追う移動生活を営んできた多くの平原部族が、狩猟を禁止され、白人の農業文化を受け入れるよう強制された。オクラホマの支休基地に列を作る、インディアン部族の馬車保留地を受け入れた平原の、 インディアンたちは条約によって故郷を白人に譲らせられた見返りに小麦粉、砂糖、コーヒー、干した果実、野菜などの食料を年金として支給されるようになった。しかしこれは彼らの自活力を奪い骨抜きにするものであった。1868年11月18日、オクラホマ州に移住させられた平原のインディアンたちへの年金物資支給専用の基地として、 支給基地が設置された。これは強硬なインディアン総統戦で名を馳せたフィリップ・シェリダン陸軍司令官の旗振りで設けられたもので1878年には支給の取りと解明された。こうしてこの基地に保留地のインディアンたちが馬車の列をなして食料を受け取りに来る光景は基地が1894年9月に閉鎖されるまで30年近く続けられた。 あてがえぶちでの生活を強要されたインディアンたちは、堕落し、ウィスキーに端溺し、やがて入植白人たちから、怠け者の厄介者と捉えられるようになり、入植農家から起こったインディアンに食わせるために白人が働かねばならないのか、という不満につながり、インディアンに対する数々の条約破棄、権利の剥奪へとつながっていった。これはオクラコマだけでなく、現在も、 全米のインディアンを囲む問題である。この砦は閉鎖後に1908年から西部中立精神病院センターとなり、1988年に衆議会によって支給基地歴史地区に指定され、オクラホマ歴史協会の運営によって歴史展示館となった。インディアン部族と州政府はアメリカの歴史の中で常に対立してきた。インディアン部族が インディアン賭博規制法に則り、インディアンカジノを開設するには、彼らの保留地、あるいは州内外の土地を購入して、連邦政府の信託地としたものを用地としなければ、ならないが、これはいわば州政府の領土のインディアンへの活用であり、また、しばしばカジノ自体を、倫理の題目で嫌う論調もあり、インディアンカジノの開設を拒否する州とカジノを持ちたい、インディアン部族との法廷闘争は、 全米各地に見られる現象となっている。オクラホマ州の直党族と地下相族は、現在、こういったインディアンカジノに対する民事訴訟が、州立裁判所に持ち込まれることを防止する、要連邦判事に訴えている。両部族は、カジノ関連の訴訟では、州裁判所は管轄外であり、部族法廷で扱うべきであると主張し、州立裁判所の代わりに合衆国と連邦裁判所、 インディアン法律問題の管轄職員が協議すべきであるとしている。2009年6月、オクラホマ最高裁判所はこれに対し、州立裁判所に持ち込まれている2件のインディアンカジノ訴訟を扱うことができると採決し、両部族の要求を却下している。オクラホマ州のインディアンカジノを以下に挙げる。部族カジノは今後も増加する傾向にあり、 また、周辺林州にカジノを拡大している部族もある。すべて連邦認定された部族による。州都オクラホマシティは人口と面積でも州内最大である。タルサ市は人口と面積で州内第2位である2010年時点で、州内には598の法人化自治体があり、3都市が人口10万人を超え、40都市が人口1万人以上である。 オクラホマシティとタルサ漁師はその人口で全米50穴に入っており、州人口の58%は漁師の都市圏に住んでいるが、国勢調査局の指定する大都市、統計指定地域として、経済と社会の影響下にある。オクラホマシティ都市圏の人口は2010年時点で125万2987人、タルサ都市圏は93万7478人と、 なっている。2000年から2010年の間で成長率が高かった都市は、ブランチャード市、エルジン市、ピードモント市、ビックスビー市、オアッソ市だった。オクラホマ市とタルサ両市以外には、ロートン市が大都市統計地域として指定されている。アーカンソー州のフォートスミス大都市圏が州内にも入っている。オクラホマ州法では、自治体を2つの分類に分けている。 人口1000人以上の都市と1000人以下の町である。どちらもその境界内で立法、司法及び行政の権限があるが、都市はその生態として市長、市政委員会方式、市政委員会、シティマネージャー方式あるいは強力な市長の方式を選択でき、町は選挙で選ばれた役人によって運営される方式のみである。下記リストは オクラホマ州の主要都市であり、都市名の後のカッコ内表記があるものは、州内で人口充血に入る大都市である。数字は2010年国勢調査の人口と2000年からの増加率を示す。オクラホマ州会議児童、オクラホマシティオクラホマ州の生態は、アメリカ合衆国政府をモデルにした立憲共和生態であり、行政、立法及び、 司法の三権が分立している。州内は77の軍に分割されており、それぞれの領域に地方政府の司法権がある。またアメリカが州国会議員を選ぶ5つの選挙区がある。州の役人は州全体の選挙で相対多数により選ばれる。オクラホマ州議会は会員と上院の両院制である。立法府として 政府を運営するために必要とされる資金を集め、分配する責任がある。上院の定数は48人で、任期は4年間、下院の定数は101人で、任期は2年間である。任期制限があり、両院合わせた就任期間を12年間としている。司法府は最高裁判所、刑事事件控訴裁判所、及び各軍にある77の地区裁判所で構成されている。 この他に弾劾裁判所と司法裁判所が独立した形である。最終審は二つであり、最高裁判所が民事訴訟、刑事事件控訴裁判所が刑事事件の最終審を行う。この形態はオクラホマ州とテキサス州のみである。これらに裁判所と民事控訴裁判所の判事は、司法指名委員会の推薦によって州知事が指名し、 6年ごとに無党派の審査投票にかけられる。アメリカ合衆国下院議員を選ぶ5つの選挙区行政府は州知事、その補佐官及び選挙で選ばれる役人で構成されている。行政府の主張である州知事は連邦政府のように供していない時の州軍の職権上最高指揮官であり、州議会で成立した法案への拒否権を保持している。 行政府の任務には、予算案の提出、州法の強制、州内の和平の維持がある。オクラホマ州は77の軍に分かれており、軍は3人の選挙で選ばれる。軍政委員、税評価官、事務官、裁判所事務官、財務官及び保安官が統治している。地方自治体は、軍政府とは別の行政、立法、司法の権限を持った独立政府を運営しているが、 軍政府は法人化自治体にも、未編入領域にも管轄権を及ぼす。行政権はあるが、立法権と司法権はない。軍政府と自治体政府の双方が、その管轄権内で税を徴収し、別の警察部隊を雇用し、選挙を行い、救急活動を行う。その他の地方生態として、教育学区、技術センター地区、コミュニティカレッジ地区、田園部消防署、 田園部水道地区及び特殊用途地区がある。インディアンによる部族政府は31がオクラホマ州にあり、それぞれが指定された地域内で限定のある権限を保持している。アメリカ合衆国の大半にあるインディアン居留地はなく、部族政府はインディアン準州時代に土地に対する認可を保持していたが、自治体や軍のような生態に対して限られた管轄権しか持たず、 支配権はなかった。部族政府はアメリカ合衆国から行政、司法、立法について部族員に対する議事主権のある生態として認められているが特定の権限を取り消したり規制するときはアメリカ合衆国議会の権限に従うことになっている。部族政府はその憲法さらに修正条項があればそれをアメリカ合衆国議会の承認を求めて 提出しなければならない。20世紀前半はその大半で民主党の強い地盤だった。1908年から1948年の間でオクラホマ州が共和党候補を支持したのは1920年と1928年の2度だけだった。しかし国内の他地域と比べてオクラホマ州の民主党はかなり保守的と考えられるのが常であり、次第に国政レベルで 共和党に傾いていった。現在州内の有権登録者は共和党の方が多数であり、1952年以降の大統領選挙では1回を除いてすべて共和党候補を支持した。2004年と2008年、ジョージ・ W ・ブッシュとジョン・マケインは州内のすべての軍を制し、州全体では投票総数のント以上を獲得した。二千八年、 オクラホーマ州は、すべての軍が魔系員を支持したことで、唯一の州となった。外して共和党は、オクラホーマ市とタルサ各市及びそれらに近い郊外、さらには、パンハンドルで最強である。民主党は、州東部とリトルディキシーで強い。2000年国勢調査に従い、オクラホーマ州からアメリカが州国会員に送り出す。議員の定数が6人から5人に減らされた。 1> 第112議会の場合、党の勢力に変化はなく、共和党4人、民主党1人だった。上院議員2人は共に共和党員である。タルサ市のバックタワー、州内で2番目に高さが高く、ウィリアムズ・カンパニーズの世界本社になっている、オクラホマ州は、航空機、エネルギー、輸送機器、食品加工、エレクトロニクス、通信の各産業を経済の基盤とし、 天然ガス、航空機及び食品の重要な生産種である。天然ガスの生産では国内第2位の州である。50州の中で農業生産では第27位、小麦に限っては第5位である。フォーチュン500に入る会社4社、フォーチュン1000に入る会社6社が州内に本社を置いており、国内でも事業に最も優しい州の一つになっている。 2007年時点で税負担は7番目に低くなっている。2010年、オクラホマシティを本拠にするラブズトラベルストップスカントリーストアズがフォーブスによる民間大企業第18位となり、タルサを本拠とするクイックトリップが37位、オクラホマシティのホビーロビーが37位となった。2006年から2010年の間で、 州総生産高は1319億ドルから1475億ドルと10.6%成長した。2010年の一人当たり総生産高は35480ドルであり、50州の中では第40位である。昔から石油産業が州経済を引っ張ってきたが、1980年代のエネルギー産業崩壊により、1980年から2000年までに、 エネルギー関連の九万人近い職が失われ、地方経済に深刻な影響を与えた。二千七年で石油は三百五十億ドルを生み出しているが、二千七年時点で雇用数では他の五つの産業に追い抜かれた。二千十二年三月時点の州内失業率は五点四パーセントである。二千十一年半ば、州内労働力人口は百七十万人であり、 農業以外の雇用数は150万人あたりを上下している。2011年時点で政府関連の雇用数が33万9300人で最大であり、続いて輸送と公益事業で27万9500人、教育関連で20万7800人、事業で17万7400人、製造業で13万2700人となっている。 州内の大型産業の中でも航空機産業は年間110億ドルを売り上げている。タルサ市には世界最大の航空機整備基地があり、アメリカン航空の世界的整備とエンジニアリングの本部になっている。州内の生産工の10%以上が航空機産業であり、航空エンジンの製造では上位10州の中に入っている。オクラホマ州は地理的に アメリカ合衆国の中心にあるので、物流でも上位の州であり、また気象に関連する研究も盛んである。タイヤの製造では来た。アメリカでトップの生産校であり、急速に成長するバイオテクノロジーの企業もある。2005年、オクラホーマの製造業による国際貿易額は43億ドルとなり、集計材の3.6%となった。食肉加工、石油、 ガス機器製造、空調機製造も州内では大きな産業である。オクラホマ州の石油生産口は全米50州の中で第5位である。オクラホマ州は天然ガス生産量で全米第3位。原油では第5位。稼働している草クリグの数では第2位である。また原油埋蔵量では第5位である。 2011年時点の風力発電能力で全米第8位であるが再生可能エネルギーの利用では最下位であり2009年時点で石炭の25%天然ガスの46%を含め電力の94%は枯渇性主源から生まれている2009年の一人当たりエネルギー消費量では第13位であるがエネルギーコストは低い方から第8位である 石油エネルギー産業全体で収層生産の350億ドルを売り上げており、石油関連会社の従業員は平均して、州内の通常労働者の2倍を稼いでいる。2009年時点で8万3700の商業用油性が年間653万7400バーレルの原油を組み上げている。国内天然ガス供給量の8.5%が、 オクラホマ州の産出であり、2009年時点では、16億7300万立方フィートを生産した。雑誌フォーブスによれば、オクラホマ市にある、デボンエナジーコーポレーション、チェサピークエナジーコーポレーション及びサンドリッチエナジー、コーポレーションが国内でも最大級の民間石油関連会社である。また、フォーチュン500に入っている。 オクラホマ州の会社はすべてエネルギー関連会社である。雑誌フォーチュンによれば、タルサのワノックとイリアムズ・カンパニーズはエネルギー分野でそれぞれ州内第1位と第2位の会社であり、国内でも第2位と第3位である。デボンエナジーは工業と原油生産量で国内第2位であり、チェサピークエナジーは第7位、オクラホマガスエレクトリックは ガスと電気の会社で第25位である。オクラホマ州は50州の中で農業生産では第27位であり、肉牛生産では第5位、小麦の生産高でも第5位である。国内牛肉の約5.5%はオクラホマ産であり、小麦は6.1%、豚肉は4.2%、楽製品は2.2%を生産している。 2005年の農家は83,500軒あり、食肉で43億ドル、農産物で10億ドル弱を生産し、収層生産に61億ドルを貢献している。鶏肉と豚肉は、州内、第2位と第3位の産業である。州内の主要有料道路であるウィル・ロジャーズ・ターンパイク、タルサ市の北東に伸びている、州内の交通は、周回高速道路、都市間鉄道。 空港、内陸港及び大量輸送ネットワークで行われている。アメリカ合衆国全体の週間高速道路網に組み込まれた高規格道路が3本、補助道路が4本ある。オクラホマ式では週間高速道路35号線が同44号線及び40号線と交差し、国内でも最大級に重要な交通地点となっている。州が管理する高規格道路、 10のターンパイクや有料道路を含め、州内を総延長1万2000マイル以上の道路が骨格を作っている。また、国道66号線については国内最長の通行可能区間がある。2008年、週間高速道路44号線がオクラホマシティで最も通行量の多い道路となり、1日12万3300台が利用した。2010年、 国道の橋235箇所を含め5212の橋が構造的に欠陥があるとされ、その数では国内第3位となった。オクラホマ州の主要道路図2011年3月、アメリカ合衆国の州の中でゴミ処理の悪さで第7位となった。州全体で公共スペースの正常度と清掃効率の悪さが指摘された。州内最大の商業空港は、 オクラホマシティのウィル・ロジャーズ・ワールド空港である。年間乗降客数は2010年で350万人以上だった。タルサ国際空港が第2位であり、年間乗降客数は2010年で130万人以上だった。この2つの空港の間を13の航空会社が運航している。発着数ではタルサ市のリチャード・ロイド・ジョーンズ・ジュニア空港が2008年の 年間で335,826回と最大である。州全体で公共用途空港が150以上ある。オクラホマ州の鉄道は全国的なアームトラックとハートランドフライヤーに接続されており、これが乗客を運ぶ数少ない鉄道である。現在はオクラホマシティとテキサス州のフォートワースが接続されているが、 議会では2007年にハートランドフライヤーをタルサまで延伸する資金集めを始めた。川の内陸港はマスコギー港とタルサポートオブカトゥーサの2港がある。国際貨物を扱うのはタルサポートオブカトゥーサのみであり、年間200万トン以上を扱って国内の内陸港としては最大である。両港はマクレランカーアーカンザス川高校体系の中にあり、 カルサとマスコギーからバーディグリス側とアーカンザス側を経由してミシシッピ側までバージを動かしており世界でも最大級の繁華な水路となっているオクラホマ州の地域公立大学システムにはターレクアにある北東部州立大学が含まれるオクラホマ州の教育体系は公立教育学区と独立系私立学校で構成されており2008年時点では533 の教育学区にある1845の公立、小中高校と職業学校に638,817人の児童生徒が就学していた。2009年から2010年の学校年度では、インディアンの生徒が126,078人おり、全米最大となっている。また2008年時点で、生徒一人当たり教育費は7,755、米ドルであり、 全米47位とかなり少ない。ただし、1992年から2002年にかけての教育費増額率は22位だった。幼稚園入園前の教育については高い評価を受けており、2004年に国立早期教育研究所が調査した標準、品質、アクセスでの評価は国内第一位になり、早期教育のモデルにされている。 高校の中途大学率は2007年の3.1%から2008年の2.5%に低下し3%未満となった18州の中に入った。2004年成人に対する高校卒以上の学歴者比率は85.2%となり全米第37位だが南部州では第1位になった。オクラホマ州内ではオクラホマ州立大学 オクラホマ大学及びセントラルオクラホマ大学が大きな公立高等教育機関であり、一つの本校と州内の衛生キャンパスで運営されている。二つの州立大学及びオクラホマ式大学とタルサ大学は大学生の実務教育で国内でも高い評価を受けている。タルサ法学院大学、オクラホマ式法科大学及びオクラホマ法科カレッジは 州内で数少ないアメリカ放送協会認定教育機関である。オクラホマ大学とタルサ大学は全国的な学術程度評価で高く評価されており、タルサ大学が唯一百欠に入っている。州内には11の公立地域大学がある。この中にはミズーリ川より西では2番目に古い高等教育機関であるノースイースタン州立大学や 州内では唯一の眼科カレッジがあり、また比率と絶対数で国内最大のインディアン学生が就学している。ラングストン大学は州内唯一の黒人カレッジである。州内の大学のうち6校は2007年のプリンストンデビューで国内の地域カレッジ122ケに入っており、3校は最高価値のトップリストに入った。 オクラホマ州職業訓練技術教育プログラムが運営する中等教育後の技術教育機関が55カ所あり、工業や事業の特殊分野における教育訓練を行っている。2007年から2008年の教育年度で州内高等教育機関に学生18万1973人、大学院生2万14人、 博士家庭学生4395人が就学していた。これらの学生の中で18892人は、学士号を5386人は、修士号を462人が博士号を取得した。このことは、オクラホマ州で教育終了者あたり、平均38278人の学位取得者を送り出していることになる。 なお全国平均は68,322人である。オクラホマ州はアメリカ合衆国国政調査局の分類で南部に位置付けられているが、定義によってはその全体あるいは一部が南西部及び南部文化地域に入り、また地理文化地域の定義ではアップランドサウスやグレートプレーンズにも一部が入っている。民の先祖をたどればドイツ人、イギリス人、 スコットランド・アイルランド人及びインディアンの比率が高い。インディアンの言語では25の言語が話されている。北、アメリカで白人の移民が増えた時に多くのインディアン部族がオクラホマに移住させられたので、言語的に非常に多様である。オクラホマ大学人類学准教授で、ノーブル博物館、インディアン言語補助学芸員であるメアリーリンは、 絶滅が高度に危惧される言語があるとのことである。現在のオクラホマ州と呼ばれる地域を、これまで6つの生態が支配した。また67のインディアン部族が州内にいる。部族の本部の数で最も多く、連邦が認定した部族でも39ある。州西部の牧場経営者、インディアン部族、南部の開拓者及び、東部の石油なり菌が、州文化の構成要素となり、 大都市であっても、国内で、最も文化の低いところとみなされてきた。州民は南部によく見られるもてなしの良さに慣れており、カタログフォーフィランソロピーはその全体としての寛容さを、国内第4位に位置づけている。またジョン・スタインベックの小説、怒りの武道が、大きいと呼ばれた、ダストボール時代の教養のない貧窮にあえぐ農夫の、困窮度を描いていたが、 そのような否定的な文化にも馴染んできた。しかし、大きいという言葉は、州民から肯定的な意味合いで使われることの方が多い。フィルブルック美術館、アメリカ合衆国の中でも50欠に入る、美術館集内最大の都市圏で、ジャズ文化のポケットが反映しており、インディアン、メキシコ系アメリカ人及びアジア系アメリカ人の社会が、それぞれの文化の音楽や芸術を生み出している。 バートルズビルで開催されるオクラホマモーツァルトフェスティバルはアメリカ合衆国南部で開催されるクラシック音楽の祭りの中でも最大級のものである。またオクラホマシティの芸術祭は国内でも最上級の芸術祭に挙げられている。オクラホマ州から5人のインディアンバレリーナが世界的な名声を得ておりバレエの歴史も豊かである。その5人とはイボンヌ、ト東、 マジョリーとマリアのトールチーフ姉妹、ロゼリア、ハイタワー及びモセリンダーキンであり、五つの月と呼ばれている。ニューヨークタイムズ紙は、タルサバレエ団を国内でもトップクラスのバレエ団に挙げた。オクラホマシティバレエ団とオクラホマ大学ダンス部は、イボンヌ周東とその夫のミゲル・テレコフが結成した。大学ダンス部は1962年に設立され、 この種のものでアメリカ合衆国では最初に認証された団体となった。サンドスプリングス市にはディスカバリーランドと呼ばれる屋外園系劇場があり、ミュージカルオクラホマの公式公演場であるタルササウンドやウェスタンスイングなどタルサ市のケインズボールルームで人気を得た音楽スタイルを生み出してきた。この建物は ウスタンスイングのカーネギーホールとも呼ばれ、1930年代には、ボブ・ウィリスやテキサス・プレイ・ボーイズが公演を行った劇場だった。スティル・ウォーター市は、レッドダート音楽の発祥地として知られ、ボブ・チャイルダーズの演奏で知られている。州都オクラホマシティで著名な劇団としては、オクラホマシティ劇団、カーペンター・スクエア劇団、オクラホマシェイクスピア・イン・ザ・パーク及びシティ・レップがある。 シティレップは芸人や劇団の技術専門家にエクイティポイントを提供するプロ劇団である。タルサ市ではオクラホマ州最古の住民プロ劇団がアメリカン劇団であり、シアタータルサはミシシッピ川より西では最古の市民劇団である。タルサ市には他にもヘラー劇団やタルサスポットライト劇団がある。ノーマン市、ロートン市、スティルウォーター市にも 評価の高い市民劇団がある。オクラホマ州は一人当たりの芸術に使う金で、国内第17位と中頃にあたっており、州内には300以上の博物館がある。タルサ市のフィルブルック美術館は、アメリカ合衆国の中でも50欠に入る美術館とみなされ、ノーマン市で地域の自然史関連文献を収めるサムノーブル・オクラホマ自然史博物館は、 国内でも最大級の大学を本拠とする芸術と歴史の博物館である。トマス・ジルクリーズの収集品がタルサ市のジルクリーズ博物館に収められており、アメリカ西部の芸術と人工物の収集では世界最大かつ最も包括的なものである。小2市のマビー・ガーラー美術館のエジプト美術コレクションはイリノイ州シカゴとカリフォルニア州サンフランシスコの間にある。 この種のコレクションとして最も評価の高いものであるとみなされている。オクラホマシティ美術館はデール・チフールによるガラス彫刻では世界でも最も包括的な収集になっている。オクラホマシティの国立カウボート西部歴史遺産博物館にはアメリカ西部開拓時代の遺産が集められている。ユダヤ人のホロコーストの遺品とユダヤ教関連の人工品では タルサ市のシャーウィン・ミラーユダヤ美術博物館がアメリカ合衆国南西部では最大のユダヤ美術コレクションを収めている。インディアンによるパウアウのような文化行事が州内では多く開催されている2007年11月16日に開催されたオクラホマの収攘各100周年祭はアメリカバス協会によって2007年のトップイベントに挙げられた。 毎年、民族の祭りや行事が州内で開催されており、例えば、インディアンのパウラウなど祭礼行事、スコットランド系、アイルランド系、ドイツ系、イタリア系、ベトナム系、中国系、チェコ系、ユダヤ系、アラブ系、メキシコ系、アフリカ系などの地域社会が、文化遺産や伝統を祝うものがある。オクラホマシティで10日連続で行われる。 オクラホマ州祭は100万人近い観客が訪れ、毎年大規模なパウワウ、アジアの祭り、ジューンティーンスなどが行われる。タルサ州祭では10日間に100万人以上の観客が訪れ、また、タルサ市の5月祭は2007年実績で4日間に37万5000人以上を集めた。2006年、タルサ市のオクトーバーフェストは、新聞、USA トゥデイが、 世界のトップ10に雑誌ボナペティでドイツ系食品祭の国内トップに挙げられた。タルサではまた毎年音楽祭 d フェストを開催しており、州出身のバンドや音楽家が出演している。ノーマン市ではノーマン音楽祭を開催している。また1976年以来ノーマン中世祭りを開催しており、州内では初のものになっている。この祭りはまず、 オクラホマ大学南オーバルで開催され、3年目にダックポンドに移され、その後規模が大きくなったので、2003年にリーブズ公園に移された。中世祭りは、オクラホマの週末行事としては最大、かつ週内で3番目に大きな行事となり、イベンツメディアネットワークからは、国内100の行事の一つに選定された。マイナーリーグ野球チームは、他のオクラホマシティチームは、 他のタルサ市にあるチーム、タルサ市にあるアメリカがん治療センター、南西地域のための施設オクラホマ州の健康管理関連連法予算消費額は2005年で7580万1364米ドルであり、その額で50州の中では第21位になっている。予防接種、バイオテロ予防、及び健康教育が費用項目として高い3欠である。 主要疾病罹患率は全国平均に近く、気管支全息、糖尿病、癌及び高血圧症の罹患率は国内の他地域よりもいくらか高い。2000年時点で人口1人当たり医師の数は国内第45位であり、1人当たり看護師の数でも全国平均より少し低かったが、人口10万人当たりの病床数では国内平均をわずかに上回り、 過去12年間での健康サービス成長率では国内平均を上回った。2005年時点で18歳から64歳の就民のうち25%近くが健康保険に入っておらず、悪い方から5番目の効率となっている。肥満率では人口の30.3%が肥満、または肥満に近いと診断され、これも悪い方から5番目になっている。 コモンウェルスファンドの2007年調査では、健康管理実行度で50週の再開になった。インテイグリスガン研究所は、プロトン療法センターとともに、国内6番目の包括的ガン治療センターであり、伝統的な放射線療法とプロトン療法を提供している。州内最大の病院の集積である、オクラホーマ大学医療センターは、アメリカ外科学会が、 レベル I のトラウマセンターに認定する病院として、州内唯一のものである。オクラホマ大学医療センターは、オクラホマシティのオクラホマ健康センター地域内にあり、医療研究施設として、州内最大の集積度を誇っている。タルサ市にある、アメリカがん治療センター地域医療センターは、国内に4つある、この種施設の一つであり、アメリカ合衆国南西部全体のがん治療を行い、 国内でも最大級のがん治療病院となっている。国内でも最大の生骨療法教育施設がタルサ市にあるオクラホマ州立大学生骨療法センターであり、神経科学の分野でも最大級のものになっている。ニールセンメディアリサーチによれば、オクラホマシティ市とタルサ市はそれぞれ国内45位と61位のメディア市場である。 州内第3位のロートンをィチしたホールズメディア市場は国内第149位である。テレビ放送は1949年にオクラホマシティシとタルサ市で愛前後して始まった。現在すべての全国ネットワークの系列局が州内にある。州内には主要新聞2紙が発行されている。オクラホマシティ市のザ・オクラホマンは 終日の購読者138,493人、日曜版の購読者202,690人と、週内第1位、国内第54位である。タルサワールドは、日曜版発行部数132,969部、終日の購読者93,558で、週内第2位、国内第79位である。週内で、 最初の新聞は1844年に創刊されたチェロキーアドボケートであり、チェロキー語と英語の双方で書かれていた。2006年時点で、週内に220以上の地方新聞が発行されており、週刊誌177、日刊紙が48である。週内では、オクラホマ公共ラジオと公共ラジオインターナショナルという2つの大規模な、 公共ラジオネットワークが放送されている。1955年に開始されたオクラホマ公共ラジオが最初のものであり、これまでに271の賞を得てきた。公共ラジオインターナショナルは州内10の基地局に番組を流しており、月間の放送時間は400時間を超えている。州内最初のラジオ局は1920年にオクラホマシティ市に開局された。 2006年時点で、州内に500以上のラジオ局がある。少数民族を志向したテレビ局もいくつかあり、スペイン語、アジアの言語、あるいはインディアン向けの番組を流している。キリスト教系ネット局がタルサ市にあり、1980年には、オクラホマシティ市にトリニティブロードキャスティングネットワークが完全に所有する最初の壺ができた。州の哺乳類、 アメリカバイソンオクラホマ州の25セント硬貨2008年発行州の野草の上を飛ぶ州の鳥を描いている州法では州省と名誉職を規定している州議会上院と会員は特別行事や州の利益になるものを指定することができる州の象徴ありがとうございます